さあ始まりました一体感まゆし。なんと今日は久しぶりにレッスンをしていただけるそうです。しかも意外な選手がレッスンをしてくれるということで、一体どうなるんでしょうか。一体感まゆし。では今回教えてくださるのはこの方々です。お願いします。お願いします。お願いします。久しぶり。久しぶりです。本当にだいぶ期間あったけど、はい、寂しかったっすわ。とっても寂しかったです。師匠呼んでいただいてありがとうございます今回しかも、うん、ゲストがいるじゃないですか。そういうこと。久しぶりの。しかも、はい、うん、そして久しぶりのゲストには大物を連れてきました自己紹介どうぞ。ジェナマユシ枝村拓磨です。よいしょ。お願いします。志田灰原地域の大スター、はい、この地域では知らぬ者はいない枝村拓磨ですこれやっと来てくれました、はい、まず入団会見の時に取材で伺っているので、うん、そうなんだ、はい、まさかこのコーナーに来てもらえるなんて思わなかったです、はいはい、ね、何回かオファーしたんですよ。そうなんですか、うん、初っ端2月か3月ぐらいに、はい、その時一旦断られましたそこでちょっと期間空いたんで、はい、さらに今回お願いしたら快く OK してくれた。なんか心境の変化あったの？いや特になかったですけど、年取ったから、年重ねたから。そうですね、まあ、時間あったから。自分で言っちゃう。時間あったから今日何の日？自分で言っちゃいな。今日誕生日です。おめでとうございます。いくつになられたんですか？34歳。34歳、はい、34歳、はい、と36歳のコンビでやってますよろしく。ベテランですね。ニックネーム決め、はい、考えてきてました。はい、お、何ですか？ニックネームお願いします。エダーでお願いしますずっとエダーで言われてますね、はい、今回もエダーというか。エダーでお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。一体感。はい、じゃあまずはですね、今日は何をするかと言いますと、はい、まあ、2ヶ月ぐらい僕とやってないね、うん、まっちゃんと。今回はもう一回基礎に戻って、うんうん、こうサッカーでは一番大事なこうボールを自分の体を使って自由に操れるボール、うん、まあ、ボールを落ち着かせられる選手とも言うんですけど、はい、そういうのをちょっと枝村選手に見本を見せてもらって、はい、コツを教えてもらおうかなと思います。じゃあまずはですね、ウォーミングアップということで、じゃあ早速やってみましょうか。じゃあ枝、はい、ボールをじゃあ上に投げてワンバンしたのを足でトラップしてください。はい、一回じゃあ見本見してもらいましょう。ワンバンして、そう、うん、高く上げて、高く上げて、高く上げて、ワンバンを待って。何回してる？あらららら、はい、あれ問題何番したでしょう？3バウンドしてたかな。4バウンドでした惜しい。今足がなんかフラフラしてたから、はい、まあ、片足立ちしたいですね。まず片足立ちで10秒ぐらい持ちますか？なるほど、はい、大丈夫です、うん、バランスは。それ取れますね、はいはい、そしたらじゃあまずこの体勢ですかね。トラップする体勢はこれですよね、はい、足の裏。足の裏、うん、はい、だんだん、はい、ああ、そうですよね。幼稚園児がやるようなメニューになってきました。まあ2ヶ月のブランクがあるんでね、仕方がないっちゃ仕方がない。そしたら、はい、今も常にここですよね。これ近くないとダメですよね、うん、足ばっか伸ばしてても止められないから、はい、もうやっぱこうケンケンでも止めれるぐらいのところで、ボールの方に体を運ぶっていうこと。片足だけで近いついて、うん、しっかり体を動かして取りに行く。こっち行ったとしてもこう。ああ、なるほど。もうやっぱり片足でバランスを取りながら。はい、分かりやすい。楽しそう今の。楽しそうやね、はい、けんけんドシン、はい、けん、よいしょ、おー、できた。はい、次はじゃあノーバンでなんかトラップとかできる？上に投げてとか難しい。上上げて止める。そう、ノー、ん？ノーバウンド。一回見本を見せてください。
この時なんかポイントある？この時、まあ基本的にはやっぱバウンドに合わせてもう足を運びますよね。運んだらなんていうんですかね、吸収させたいですよね、ボールを。あ、吸収ね、はい、触れる瞬間もうここの速度の時に同じ速度で。あ、確かに。ただ待ってたら弾いちゃいそう。弾いちゃう。とりあえずやってみます。そう、吸収してみよう。投げてこう。あ、それは近畿なってるわ。それ近畿地方なってるわ。近畿九州地方なってない、それは。どういうことですか？ボール吸収せなあかんのに。はい、うん、それ近畿地方なってるわ。あれ、俺もブランクあるかな。今わかりませんでした。僕もちょっとブランクあったな、今2ヶ月分が。申し訳ない。僕もテンション上げていきます。文字で起こしてくれたらすぐわかりますね。ボールを吸収ということです。はい、はい、いきます。うん、どうしよう。おう、どう、枝。惜しい、惜しい。あ、惜しい。今何日方？今チューブぐらいですか。まだまだチューブ。今まだチューブやったんです。まず、もも。あ、もも、はい、はい、いきます。おお、いいじゃないですか。今いいね。もも OK。 いきます。よいしょ。お、はい、全然今当たんなかった。いや、そんなもんです。胸トラップかももトラップして前に流れたのをケンケンでトン、はい、で1セット終わりっていう感じで。はい、お願いします。いきます。あ、ケンケンだった。お、あ、でもまあ そんなもんですよ。はい、そんなもん。いいと思いますね。そんなもん。さすが。